小祖曲は、クロード・ドビュッシー作曲のピアノ4手連弾のための組曲。後に、アンディビュッセルによって、還元楽曲に編曲されている。1888年から1889年にかけてピアノ連弾曲として作曲され、1889年にドビュッシー自身を一方の奏者として初演が行われた。ただし、 この時点での曲の評価は決して高いものではなかった。その後、ドビュッシーの友人であったアンリビュッセルの手により、還元落葉の編曲がなされた。この編曲は、牧神の午後への前奏曲や、海など、同時期のドビュッシーの作品に見られる技法が取り入れられており、これによって、小祖曲は多くの人々に知れ渡ることとなった。 全体としては小規模な編成となっているが、打楽器が多いことが特筆される。約12から14分。すべての学章において、主部と交代章をなす、中間部を持つ三部形式で書かれている。各学章には、副題が付されており、印象主義の方がも感じ取れるほか、ポール・ベルレーヌの詩集、アデナル・エンからインスパイアされた部分もある。小舟にて,てう、エンマテアウ。 行列コルテージメヌエットメヌエットバレーバレー、印象主義独特の曖昧な雰囲気を持つ曲が多い、ドビュッシーの作品において、小祖曲の各楽章はいずれも平易で理解しやすい作風が特徴で、近年ではイージーリスニング風に編曲されるなど、多くの人々に親しまれている。ありがとうございます。